うい、伸びた。うい、伸びた。なーね、なんか違うんだよな。静香ちゃんいけるか。伸びたぞ。はい、どうも、トライアングルです。はい、今回もーって言うべきかな。おそらく結構も出してると思うんですけど、小惑星マリーンに愛子させていただきました。どうも、トライアングルです。はい、今回もね、こちらマリーンでちょっとやりたいことを、てかもう多分僕の実況、今撮影中なんですけど、撮影じゃ当たり前か。結構ね、その一気に今撮影してるんですけど、その中では最後と、僕の中では思ってることなんですけど、こちら、マリーンにはね、まあ、何度も言うかもしれないんですけど、はい、赤い狐と緑の狸ならぬ、金色の狸と、銀の、狐がおるわけですが、そのね、後ろについてる腰巾着、はい、お子さんですね。お子さん何度もやられても生成するお子さんということでね、まあ、ちょっと今回はちょっと粗末に扱わせていただくんですが、その子たちを飲んだらどうなるのか、ちょっとやってないんですよ、実はね。で、飲み込んだら、何かしらなるんじゃなかろうかということで、今回ちょっと飲み込んでみたいと思います。はい。どうなるんだろうね。行きましょう。よろしく、お願いいたします。行くぞ。さあ、もう今回の検証は早く終わるぞ。これは別に、これ、ちなみに吸い込む、ハッパレスイン、ハッパレスイン、オッケー、落ち。さあ、早く子供連れてこい。子供連れてこい。拉致するから。早く子供連れてこい。拉致らしてくれ。来た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 。行きます。うーら、行きます。今なんかダメージ受けなかった？あれ気のせいか？今なんかダメージ受けたような気がするんだけど。あれちょっと待って。もう一回拉致る。あああ！あいつら、自分の子供をやりやがった。あいつら、自分の子供をやったぞ。あ、これ、いきます。はい。あ、ダメか。やっぱダメなんね。うれ。はい。あ、今緊急回避。緊急回避。タヌキの方吸い込んでないから、タヌキ吸い込もう。なんでこの子供ばっかり。ちょっと待って。痛いです！ちょっと待って。いたタヌキタヌキおったオッケーうらはい、そしてですね、私、どうしても、ごめんなさい、やりたいんです。ホームランを。もう9999を本当に当てたい。今までは、はい、尺稼ぎとかやってたんですけど、結構ね、これがガチになってきた。うん。行こう。誰絶対できるから。星の危機。行こうか。行くぞ。はい、無理ー。落ち着け。行くぞ。これはね、9700何ぐらいまで。いける気がする！どうだ？いやー、9999難しいなー。全部多分あれですよね。9999にするのって。全部マックス、赤ゲージマックスの、最後のゲージも、ピンポイントじゃないと多分ダメだと思うんですよ。いや、これ結構やってるんですけどね。なかなか難しい。まあちょっと休みな分ね。なかなかちょっと腕が鈍っとるということもあるかもしれないんです。そうだよね。9700なんだよね。なんとなく分かってた。うん。フィニッシュ！オッケー。よし、行くぞ。大丈夫。まだ諦めんな。絶対大丈夫。僕は諦めない。必ず成功させてやろうじゃねえか。あ、くそ、一個以外！待て！ほっ！あーはー！あー、気づいないか。いやー、きつっ。うわーマジで、あとミリ、成功だったら、打った方もドンピシャでした。うわ。